旦那旦那、聞いてくだせ。塩が高く売れたんでさ。おかげでまあ、銭もたんまり、仕入れもがっつり。さあさあ、新しい品もありやす、買っていってくだせ。てください。商いの話か。さすが旦那、察しがいいですね。どうも最近気なくせ、戦の匂いがしやす。この木に乗じりゃまた一儲けできそうだ。そこで旦那にお願いしたいことがありやす。なんだ。戦場あさりのための人手、それが欲しいんでさ。戦場にはまだ死体がゴロゴロと転がってやす。ありゃ宝の山だ。あされば槍も太刀も鎧兜も手に入れ放題でさ。戦自宅となりゃ武具が飛ぶように売れやしょう。どういった人手が欲しい。そうですね、戦場あさりは汚れ仕事で力仕事、でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。毎度旦那、さあ買っていってください。じゃあな旦那、戦場あさりのための人で頼みますぜ。でかくて力のあるやつをお願いしやす。進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。置いていかれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いていかれてしもうたんじゃ。みんなと。みんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにも訳がわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。
はの。だじゃるぞい。一つは生ガキ、一つは干しガキ。あっちじゃ。生ガキはあっちじゃ。崖越えて穴くぐり、生ガキもいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。あえ、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならば、お米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞい。
我が息子のため、その刀置いていけ。できぬ愚かなり。
しておくれ、おちの巫女たちよ。残ったのはあの子だけ。寂しからは一人こもって、寂しからは、お主は誰じゃ。この仙宝寺に何をしに参った。尊いお方がいると聞いた。尊いお方、あの子のことじゃな。もうここにはおらぬ。わしのせいじゃ。あの子は奥の院にこもってしもうた。会うことはかなわぬぞ。そうか。お主は忍びか。ならば、あるいは、お主に一つ頼みがある。あの子は知りたがっておった。己の定めのゆるふえんを、もし会えたならば、これを渡してやってくれ。せめてもの償いじゃ。わかった。お主、まだ何かあるのか。今のこの寺には、もうまともな人がいるべきではない。
よう旦那、また商いが必要かね。じゃあな旦那。狼殿、よく参られました。ではまた。お前さん、何か言うか。してやろう。皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花を探さなきゃ。どこにあるんじゃろう。お前が探しているのこれか。それは赤白いお花だ。オラの探しているのは真っ白いお花じゃよ。そうか。でもあんた探してきてくれたんだな。ありがとうな。あんたいい人だ。真っ白いお花か。そうだ、飛んでいった。そうだ、真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。アシナの城近くにある花山という物売りが手伝いを探している。手を貸してみてはどうだ。皆のことは気になるけども、このまま一人ぼっちも寂しいしな。よし、わかった。ほら行ってみるぞ。それがいい。やっぱりあんたいい人だ。
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は竜院にあるというのだな。はい、エマ殿、私には竜院が尊いものだととても思えぬ。Thank you.
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬ。
見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。俺はこのアシナを守るためならば。力であれ従えてみせる。巴の神なら見せてやろう。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は竜院の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜院は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも落ち水も流害もみなそうだ。人の人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも
そなたは不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちを成してくれ。ギョイ、ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。一心様にお会いして不死立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。開き窓から屋根上に出て夜鷹の狼煙をたどれば行けるだろう。頼んだぞ。我が主はこの天守の外、
離れの櫓で静養されておいでです。ですが一心様は少しお加減が優れません。そのため離れは閉ざされています。我が主はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでです。ですが一心様は少しお加減が優れません。そのため離れは閉ざされています。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、赤色よ。あなたは？して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す、不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。酒を。ああ、
気が利くな。どれ？良い酒じゃ。勝ち戦の時はこうして飲んだものよ。足名衆の皆でな。国取り戦の足名衆。国取りか。取られたものを取り返したまでよ。それはもともとこの足名は我ら足名衆が暮らす地じゃった。源から流れいずる水、それをこよなく愛する民じゃ。ゆえに酒もうまい。じゃが我らは異端、そして弱い民じゃった。当然に蹂躙され服従を強いられた。ずっと長い年月な、源の水を祀ることすら許されぬ。そのざまではうまい酒を飲んでも誠には酔えぬ。だが世が乱れた。ああ、日の元の乱れが、この人死に耐えぬ戦の炎が、ひとたびは好機となり、国取りを果たした。だが、今は七にある。ねえ、皮肉なことよ。酒を。おお、赤炉、気が利くな。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りません。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体？斬り続けたものはやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。はっ。これを。はあ、流線か。でかしたぞ、赤炉。たまらぬ。この流線をわしが手に入れると、嗅ぎつけた馬鹿者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。馬鹿者ども。酒飲みながら十文字槍を手放さぬ馬鹿者に、人の酒を現実でかすめ取る馬鹿者、杯片手に作りかけの義手をいじっておる馬鹿者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父もまた馬鹿者じゃったわ。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。
やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。行くか、赤炉。伏立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道中あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。酒を。あら、せっかくです。
いただきましょう。おいしい。くすしをしているとこうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい、他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたりですね。ですがまだ子供の自分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃からくすしの手伝いを。はい、死の道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そうか。どうした？いいえ、それから時折忍びの者も参りました。一度とても困った患者が。どう困ったのだ？なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか、それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人ごとのようなもの。いい。何だと？いいえ、何でもございません。これをお主。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の死は誰だ？剣。私はクスシですよ。誰だ？一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ？人は切りません。人は切らぬ。はい、人を切りたいなどはつゆほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼？本気に取らないでください。ほんのざれ言です。酒を。あら、これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ？まずはいただきますね。辛い。そう、お猿。私は猿には何かと縁深いのです。猿と？はい、何せ私は猿に拾われた子です。信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は呆然と立っていました。何も泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか？はい、それはうまそうに恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切な猿だ。まことに親切な猿でした。酒を持ってきた。あら、龍泉ですね。
いただきましょう。まったく。どうした？いいえ、この竜泉を維新様が手に入れると、アシナの城にわらわらと人が集ってきて、騒がしい酒宴が始まるのです。そういう時は道元様を置き去りに城の裏手など散策しておりました。城の裏で何を？そうですね、源の渦を。それは何だ？遠く源の水の流れいずる方角、そちらの方に見える大きな渦雲です。渦雲は雷をまとっています。源一郎殿はよく刀を振るっていたものです。その雷の渦雲を睨みながら。白いあざは生まれつきではない。ひどい。ほこりがひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか？はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに竜院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか？それは流院の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか？であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。巫女様との契りにて十分です。わかった。だが私のことならば気にせずともよい。必要ならばまたいつでも言ってくれ。花とは？まずはこれを。
タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため、源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く、源より流れいずる水。その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちらを。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。香気を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。うん。どうした狼？ん？そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の香の石か。は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか。かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。いいえ。そうか、ならば後で嗅いでみるとよい。かすかだが何やら香りが残っておるように思う。おお、そうか。どうじゃった。はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが、思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。戦況に至るための香集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。香炉に残っておったのは桜の木のように思う。
じゃが、普通の桜ではないようだ。エマ殿ならば、城の裏手に咲いていた桜のこと、何か知っておるかもしれぬぞ。行くか、狼よ。頼んだぞ。は。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが常桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。